岡本直子チャンネル。皆さんどうもこんにちは、なおぽんこと岡本直子です。本日の企画はこちらこちらです。タラン、自由で1万円分アイテム買ってきたはい、ということで今回はこちら自由さんで今年これからの夏着れそうなアイテム、しかも岡本の一目惚れアイテムを何着か買ってきたので今日はそちらを紹介していきたいと思います。ちなみに今もうすでに着てるんですけど、これも今日買ってきたアイテムです。それでは本日の企画レッツゴー。ということで今回は渋谷センター街にある自由でお買い物をしてまいりました。こちらメロカーディガン、1190円プラス税です。一目惚れポイントその1、袖がフリルでめっちゃ可愛くて買いました。あと触った感じ、生地感がサラッとしてたりとかして、割とですねこれぴっためなサイズ感となってますので、普段着ているサイズより一サイズ大きいサイズか、まあ、もしくは試着するのがおすすめな商品となってます。続きましてワンショルダーカットアウトティーの半袖、990円プラス税です。こちらの一目惚れポイント、まずこのデコルテがね結構綺麗に出るところが可愛いなと思いました。あとはここですね、幅が広いのでブラの紐とかも見えずにいけるかなと思います。こんな感じでハットとデニムと合わせて、まあこれからバーベキューとか夏のシーズンとかにカジュアルな感じで着るのも可愛いと思います。続きましてノースリーブのアイラインワンピースとなっております。結構こう脇見えるのでね、中にチューブトップとか着るのがおすすめなんですけれども、結構生地感サラッとしていて、薄い感じの生地感となってるので風通しとかもいいかなと思って買いました。こうやってハーフアップにするとなおさらラフが感じが出て可愛いかなと思います。ちなみにこのお洋服の岡本一目惚れポイントはこちらです。ちょっとチラッと見える足ですね。あとこうやって肩幅まで結構しっかりと生地がありますので、肩見せずに着れるかなと思って購入しました。続きましてこちらです。レースプリーツロングスカート2490円プラス税となっております。中がですね、裏地、中の生地、レースの3枚重ねなので、結構こう透けることも気にしなくて履けるものかなとなってます。あとですね、このまあ足元だけこうレースっていうのもまた可愛らしいなと思って今回一目惚れで買いました。先ほど買った T シャツのアイテムと合わせるとこんな感じでまたありかなと思います。ラストはこちらです。バックリボンコンビネーションのノースリーブ、2490円プラス税となっております。結構ですね、これ過去一の推しアイテムなんですけど、後ろがこんな感じでちょっとセクシーになってます。結構ね、生地感が高見えな生地っていうのもあり、あとはですね、この肩がしっかり幅広く取ってあるのも好きだったりしますね。なんで胸元がそんなに気にならないお洋服となっております。ポケットもしっかりついてて、物も入れれます。あとはですね、こうやって足元は結構ゆったりめのものとなってて、でも上はキュッと締まってるので、結構体のラインとかも綺麗に出るお洋服かなとなっております。ちなみに今回の岡本一押し、ポイントはですね、このウエストですね。しっかりとウエストの形出してくれるので可愛いなと思いました。で、1枚でね着るのはちょっと恥ずかしいなって方はこうやって T シャツ入れたりとかすると後ろの姿とかもね隠れていいかなと思います。こんな感じですね。ということで、GU で買った1万円分のアイテム、まあ、合計5つだったんですけど、皆さんいかがでしたか？結構ね、他にも可愛らしい新作のアイテムだったりだとか、これからの夏もってこいのお洋服も他にもいろいろあったので、ぜひ皆さん、自由さんオンラインショップもあるので、ネットだったり、まあ、実店舗行ってみて、直接見てみたりしながら、今年のアイテムぜひぜひゲットしてみてください。それでは、なおぽんこと岡本なおこでした。また次の企画でお会いしましょう。バイバーイ。